皆さんこんにちは。歯学部1年生から6年生、そして国家試験浪人生のマンツーマンによる個別指導スクール、東京レンタルスクールの岡田です。本日はですね、こちら右側の、インターナショナルカリスのですね、ディテクションアセスメントシステムですね、こちらの基本コールについて簡単にですね、ご紹介していきます。昔はですね、このエナメル質の右側、そして造形質の右側、まあ大まかにですね、まあ決めてですね、まあそれによって、まあ例えば削ってですね、詰めてというようなしてたんですけども、まあ近年ですね、こちらカリオロギーですね、こちら右側のですね、さらに細分化した、コールですね、こういったものが出てきたんですね。こちらまずですね、少し分かりにくいの部分あるんですけども、まずこちら歯間部だけじゃなくてですね、まずこちらは、右側ですから、歯根とかですね、まあさまざまなものあるんですけども、こちら根面右側のバージョンもあります。本日はですね、分かりやすいように歯間部の、ものですね、一部ご紹介します。こちら試験でですね、どうやって出るかっていう、まあいくつかあるんですけど、まずコールがですね、0とですね、1から6、こういうものがあります。まずこのコードですね、まず、覚える必要があります。こちらまず重要なのは0があるということですよね。こちら1からスタートだと思うと1個ずれてしまいますので、こちらはですね、コードが0、ありますのでしっかり覚えてください。まあ、0はつまり健全なんですよね。で、こちら覚えるポイントはですね、123、そして456、こちら3つずつでですね、分けると覚えやすいですね。まず123ですね、こちらがエナメル質ですね。まずこちらコードのですね、1見ていただくんですけども、まあ対象、最初ですね、初期の右側っていうのはまあ見えにくいですよね。見えにくいので、こちらエアーですね、例えば5秒かけて、それでですね、見えるっていうことがあるわけなんですね。このエアーかけるっていうのもよく試験で対しますよね。例えばエナメル質の上顎前歯の伸足、右側がちょっとどうかなと思った時にエアーかけるということですね。そういう場合にですね、もし、直視ができるもの、そういったものをコード1ですね。ですからこちらエアーかけるということがポイントなんですね。で、こちらコード2と3はエナメル質なんですけども、まあこちら2っていうのはですね、エナメル質の著名な変化、3というのがエナメル質の崩壊ですね。このあたりが少し見えにくいんですけども、こちら例えば例といったものがありますよね。こちら見ていただくと、まあコード1っていうのはまあほとんどこう、見れるかな見えないかなっていう感じなんですけど、コード2っていう部分になるとですね、まあ確実にこう、ああエナメル質右側だって、まあ第一印象で分かるものですね。もちろんこちらどっちにも、どっちに入るんだろうっていうもの、迷うものですね、そういったものっていうのも当然ありますよね。ですからこういう例えば例にどれに近いかなっていうことになっていくわけですよね。で、456っていうのが造形質ですね。で、このよく試験に出しやすいのは、このコード4とか出しやすいんですね。なんで出しやすいかというと、さっきのように微妙なものっていうのもあるんですけども、こちらコード4というのは比較的わかりやすくて、こちら造形質のですね、こちら見ていただくと陰影ですよね、陰影。この陰影があるものがコード4ですね。これはかなりこう試験で出した時に、他のものとですね、まあ鑑別しやすかったりするんで、まあ少し出たりします。そして5と6ですね。で、こちら5と6はですね、見ていただくと、まあ例えば5もですね、かなりまあ消化でこの部分はあるんですけども、こちら6っていうのがやっぱりこう全体的に例えば半分近くなってたりするとですね、コール6ですね。ですからですね、こちらかなりまあ分かりにくい部分もあるんですけども、まずこういう、全体像右側、ですね、把握できる。そしてですね、根面右側も分かる、まあ他のものもあるんですけど、そしてコール0から6、33でですね、エナメル質、456ということでですね、まずは全体的に押さえて、その後実際にですね、例えばこのコード表を見てみて、まあ少し考えてみるっていうのも重要なんですね。本日はちょっと短い講義なんですけども、東京デンタルスクールでは1年生から6年生、そして国家試験浪人生、マンツーマンでですね、例えば定期試験、大学2年生とか4年生ですね、難しいとかそういったものをですね、マンツーマンで行ってます。例えば大学が終わったですね、夕方5時とか6時ぐらいから、例えば2時間や3時間で、週1回とかですね、受講いただけます。またですね、土曜日日曜日祝日も開講してます。また全国からですね、土曜日日曜日祝日は、例えば交通機関、飛行機とかですね、新幹線で、受講いただいたり、また近年ではオンラインでですね、正の講師陣と例えばマンツーマンでですね、オンライン授業を受けていただけます。こちらも大変好評をいただいてます。またですね、執筆させていただきました歯科ナビという書籍は全科目が一冊になった教科書です。
こちらは例えばポケットマンなんで、例えば大学2年生とかから授業を受けてですね、さまざま、どこを覚えていいかわからないといった時とか、こういうところが、今後ここの国家試験的には軸になっていくんだとかですね、CBT の確認、そして国家試験の卒業試験や国家試験の最終の確認など、公表いただいてます。こちら公表いただき、全国の書店で発売しており、またオンライン書店でも発売します。またですね、こちら版を重ねており、ベストセラーカテゴリー1位も、いただいたことがあります。また臨床実地の問題集、こちらかなり皆さん苦手とされているところなんですけども、そういったものや正問題集、良質なですね、よく出る問題を、絞った問題集ですね、こういったものも、発売しております。ぜひ何かありましたらですね、東京レンタルスクールホームページご覧いただき、またですね、ご相談いただければと思います。東京レンタルスクール、岡田でした。